厚生労働省で新型コロナの専門家会合が開かれ、新学期が始まる学校や保育所などでの感染対策を呼びかけました。10代から20代の増加が顕著になっております。新学期が始まりますので、学校での接触機会が増加する可能性に注意が必要です。専門家会合の分析によりますと、感染者数はすべての年代で増加傾向にあり、特に10代から20代の増加が顕著になっていて、リバウンドの可能性が懸念されると指摘しています。このほか、イギリスで確認されている2つのオミクロン株の要素を含んだ新たな亜種 XE 系統について、 BA2 系統よりもさらに感染力が 10% ほど強いとされていますが、現時点で検疫や国内では見つかっていないということです。